はい、こんばんは。ハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です。今夜もハフライブ、働くをゼロから考える番組始めたいと思います。メインパーソナリティの辻麻子さんです。よろしくお願いします。お願いします。今夜もよろしくお願いします。辻さん、今日はですね、ダイバーシティと知ったかぶりということなんですが、はい、ダイバーシティという言葉、はい、結構最近よく聞くんですけれど、どんなイメージがありますかね。ダイバーシティもだいぶここ半年1年とかでもかなり当たり前になってきましたよね。そうですね、なってきたなと思うんですけど、うん、今回のテーマの知ったかぶりの後半の言葉がすごい面白いテーマ設定だなと思ってたんですけど、うん、やっぱりみんなダイバーシティって言葉が先行してこうはある意味流行り言葉みたいに言われるようになった分、ね、うん、こう知ったような気持ちになっちゃってる人も結構いるんじゃないかなと思っていて、なので今回のダイバーシティと知ったかぶりというテーマ、すごい楽しみにしてました。そうなんですよね、これメディアの責任もあるんですけれど、はい、ダイバーシティ、ダイバーシティ、ダイバーシティって言葉が、うん、ですね、いい意味っていうか悪い意味でもポップになりすぎちゃったんですよ ね。 そうですね、すごいポップになることはいいことなんですけど、うん、あ、俺知ってるよとか、私知ってるよ、うん、多様性大事でしょ、分かるよみたいな感じで終わっちゃって、うん、本当の理解が進んでないんじゃないかなと思って、うん、ちょっと今日の番組、知ったかぶりをどんどん覆していきたいなと思うんです、ね、良いテーマですね、はい、楽しみです。今日のアジェンダ3つあります、はい、本当にまあ、ハフポストもこのテーマすごい大事にしてるんですけど、日々記事を書くたんびに、あ、自分はこれ分かんなかったなっていうこと多いんですよね、まあ、そんなことも話しながらこの知ったかぶりについて話していきたいと思います。2つ目、まあ、LGBTQ、まあ、こちらも、まあ、さっき辻さんダイバーシティよく聞くようになったとおっしゃってましたが、この LGBT、うん、まあ、もしかしたら LGBT っていう人もいるかもしれませんが、本当に多く聞くようになった言葉なんですが、勘違いがあるよということを話していきたいと思います、うん、はい。で3つ目、ダイバーシティの教養、まあ、これはもう教養だと、もう現代人にとっては知っとかないといけないことなんだと、はい、知らないでは済まされないということを話し合っていきたいなと思います、はい、ゲストお二人、素敵な方をお呼びしています、はい、まず一人はですね、一般社団法人フェア代表理事の松岡宗嗣さんです。松岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、松岡さん、今日リモートでご参加ということなんですが、一般社団法人フェア、はい、これはどういう団体なんでしょうか。はい、一般社団法人フェアは、法律や政策を中心とした、まあ、LGBTQ に関する情報を発信する団体です。なるほど。 LGBT の Q のことを考えるときに、法律とか政策っていうのはやはり重要になってくるんですか。そうですね、先ほどおっしゃっていただいた通り、 LGBTQ っていう言葉は認知されるようにはなってきたんですけれども、でも実際にやはりこう、例えば同性カップルが結婚できなかったりとか、または実際に差別的な取り扱いを受けてしまった、例えばまあクビになったとか学校から追い出されたとか、そういったことが起きてしまった時に、やっぱり救済される法律がないっていう現状、まだまだやっぱりこう法律っていうのは遅れているっていうところがあるので、そこを元にまあやはりこう解決をしなければと思って団体を作った経緯があります。なるほど。このハフライブというのは働くことを考えるという番組なんですけど、この LGBTQ のことっていうのは職場問題、あるいは働く人にとってぜひ知っておいてもらいたい問題だと思うんですが、やはりここは密接に働くことをつながっているものなんでしょうか。そうですね、まあ、やはりLGBTQ に限らず、やっぱり職場っていうのはすごく長い時間過ごす場だと思いますし、他にもやっぱりいろいろな多様な人たちが実際にいる現場だと思うんですね。でその中でもやはりこう LGBTQ っていうのは、まあ、いないと思われがち、実際には見えていないだけなんですけど、やっぱりいないと思われがち、それによってこう今回も登場しますがハラスメントを受けてしまったり、実際に例えばひどいケースだと本当にクビにされてしまったとか、勝手に左遷されてしまったとか、そういったケースが実際に起きているので、まあ、非常に関係がある領域だと思っています。そうですね、今松岡さんの話もありましたが、ちょっとこちら実は松岡さん本を出されていて、 LGBT とハラスメントって部長うちに LGBT はいないから、まあ、通用しませんとあるんですが、まあ、さっき辻さんとも話してたんですが、まあ、LGBT がいい意味でもポップになってきて、だんだん広まってきたんですが、その言葉は知ってるけどうちにはいないよねっていう人がまだまだいるような気がするんですよね。そういった本なんでしょうかね。こちらどんな本なんですか。そうですね、はい、昨年パワーハラスメントに関する、まあ、防止法というのができて、その中で、まあ、LGBT 関連の、まあ、ハラスメントが、まあ企業に防止をしなければいけないですよということが義務になったんですね。でそれを受けて LGBT に関する、まあ、ハラスメントをテーマに本を書いたんですが、やはりこうちょっと LGBT すらもやっぱりちょっとよくわからないっていう人もいる中で、どう説明しようかなと思った時に、まあ、うちに LGBT はいないと思っている人がやはりまだまだ多いような現状なので、まあ、そもそも LGBT、まあ、多様な性に関するよくある勘違いっていうのをちょっとパターン分けして書いてみたのがこの本です。
はい、早速ツイッターでもコメントいただいたんですが、知ったかぶりにならないようにダイバーシティをちゃんと理解しようとしてるけど、まだまだ理解しきれてないところがあるから今日も学びますと。いや、素晴らしいですね。いいですよね。まだまだ理解しきれてないというのは一つポイントかなと思うんですけど、うん、松岡さん、やっぱりこの学び続けるっていうのは大事ですかね。もちろんこういった本を読みながらもそうだと思うんですが。はい、本当にそう思います。私自身も全部理解できているとは全然思っていなくて、私もまだまだよく分かっていない性のあり方っていうのは世の中にたくさんあると思っていて、まあ、その LGBTQ 以外 の、 マイノリティだったり多様性に関しても私自身もやっぱり学んでいかないとという自覚を持っています。はい、ありがとうございます。今働く現場っていうお話が出たんですが、では実際の企業ではどうなっているのか、企業のトップの方はどんなことを考えているかっていうのを今日の番組のテーマにしていきたいと思います。早速、お二人目のゲストをお呼びしたいと思います。お二人目のゲストはアクサ生命保険株式会社 CEO の安渕誠二さんです。安渕さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、安渕さんはアクサ生命の CEO でいらっしゃるんですが、この今の自己紹介のテロップにありますようにダイバーシティに非常に本社積極的に取り組んでいらっしゃるということですけれど、どんなことをされているんでしょうか。そうですね、まずダイバーシティっていうのが今の経営にとっても非常に重要なことなので、まずは CEO が自ら担当するというかですね、推進するということをやっています。で、いくつかの施策もありますので、それをまたご覧いただけると思いますけれども、とにかくいくつものダイバーシティがありますので、LGBTQ もその一つ。例えば障害を持ったこと方であるとか、あるいは女性活躍推進もですね、マイノリティ、企業の中でのマイノリティという意味ではそうですし、最近ではですね、発達障害とかいろいろな形でですね、ダイバーシティを捉えて、そういった人たちが働きやすい職場、そういったものを作っていこうということをやっております。松岡さんとも普段交流はあるんでしょうか。そうですね、はい、やはり LGBTQ の関連でですね、ある候補者を応援していたんですけども、その選挙の報告会というのがありまして、そこで松岡さんとお会いしていろんなお話をして、その後Facebook でもつながってですね、いろんなお話をしている。で、この本がちょうど出たので、はい、私も、自分の Facebook で取り上げさせていただいて、うん、こんないい本が出たよということをご紹介させていただきました。いや、本当これすごいいい本なんで、ぜひちょっともう一回紹介しますね。2冊ありますけど、すごいね、具体的な事例が書いてあって、だから飲み会の時の、本当にこういうの飲み会であるんだろうなっていう、すごく具体的な例があるので、ケーススタディも載ってるので、ぜひおすすめです。本当に安渕さんのように企業のトップが自らこういったテーマで発信するというのはまだまだ珍しいようなイメージがあるんですが、どうでしょうか。周りの経営者の方、ダイバーシティに関する意識というのは今どのぐらい進んでますか。さっきも話に出てきましたけども、うん、やっぱり言葉としては、うん、皆さん分かっていると、うん、それから概念としても分かっていて、それを何とかしようというところまで来ているんですけども、それが本当にリアルな形でいくつものダイバーシティを理解して、それを積極的にどこまでやれてるっていうのはまだまだかなり差があると思います。うん、松岡さん、どうですか。企業のトップの方の発信って増えてますか。そうですね、やはり、安渕さんも含めてですが、そう、元々結構外資系の企業が、中心となって、特に LGBTQ はもともとすごくこう推進していただいてた節はあるかなというふうに思うんですが、近年はやはりこう日系の企業の方々もすごく発信をしていただいていて、本書でもちょっと取り上げたんですが、例えばワークウィズプライドという LGBTQ に関する施策を評価する指標があるんですけど、そのプライド指標でもすごく多くの企業が日系の企業も含めて参加していただいていて、企業のトップの方も積極的に発信をされていて、そこはもう変化がすごく出てきてるなというふうには思います。なるほど、はい、ちょっとここでスライドで皆さんに安渕さんの紹介をしたいと思います。はい、アクサ生命 CEO でいらっしゃるんですが、もともと日本の日系企業の三菱商事に入社をされて、ハーバード大学で MBA を取られて、その後 GE キャピタル、いわゆるビザワールドジャパンなどで外資企業、すごいですよね。華麗なる経歴ですね。うん、これやっぱり安渕さん外資系にいたから、そういうダイバーシティについて詳しいとか、そういうことなんですかね。詳しいというわけではなくてですね、やはりさっきの話ではないですけども、どうやって学んでいこうかということですね、実は今日こうやって出させていただいているのもですね、またいろんな学びがあるんじゃないかということで、経営者自らがどんどん学んでいって、こう理解を深めていくことがすごく大事なテーマだと思っています。なるほど。わあ、素晴らしいですね。なんかさっき松岡さんもおっしゃってましたけど、自分自身が当事者でもまた違うLGBTQ の中でもいろんな性格の人たちもいますし、いろんな感じ方があったりするので、当事者でもそれこそ私の領域で言うとジェンダーもそうですけど、全部分かってきているって思い込まないっていうのがやっぱすごく大事なんだなっていうのを改めて
思いましたし、こうやってなんか世代間でまたその情報共有ができるっていうのもすごい素敵なことだなと。そうですね、それをできればこう、はい、本当に次の世代に渡していったりですね、うん、そういった経営者がどん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 増えてくるって、そういうことをですね、私としてもまあ希望をして発信もしているわけです。うわーすごい。結構社員の方の反応ってどうでしょうか。そうですね、ダイバーシティということ、それが私がどういうふうに思っているのか、なぜダイバーシティを推進するのかということを、まあ、3つぐらいの理由をつけて説明をしているんですね、うん、で話出てきますけれども、例えばイノベーションを起こすっていう、ね、はい、違った考え方がぶつかり合うことによってイノベーションを起こしていくとか、うん、2つ目はですね、いろんな属性の方が例えばアクサに来て働いていただける、うん、しかも自分自身の能力を 100% 活用して働いていただけるっていうのは2番目、うんうん、3つ目はそもそも我々もいろんなビジネスもお客様がいるわけですよね、うん、そのお客様、社会はもともと多様なので、うん、その多様な社会を理解してそのお客様に寄り添っていくためには会社の中にもしっかりと多様性を取り入れていくって、うん、この3つのことが必要であるということで話をしてますので、それはかなり社員としてもですね、あ、そういう目的があるんだということで理解が徐々に深まってきているというふうに思います。ブレイクダウンするの大事ですね、まあ、ダイバーシー大事だっていうのは、まあ、結構いろんな人今言ってますけど、うん、そうですね、うまく細かく言語化しているのはまだまだ少ないなという印象があります。そうなんですよ、なぜなんですかということですよね、うん、そこでなんとなくいいことだからとか、まあ、今流行ってるからって言っちゃったら社員の人はなんかこの人は本当は分かってないんじゃないかと思っちゃいます、うん、今みたいに腹落ちしますよね、うんうん、ちょっとアクサ生命さんのフリップ見えますかね、はい、まあ、後半でね、LGBT 以外のいろんなダイバーシティについて取り上げたいと思うんですが、アクサ生命の D&I ダイバーシティ&インクルージョン、まあ、ダイバーシティは大事だけどそれをどう受け入れるかっていうところを、まあ、会社で促進していると、まあ、ぜひこれご覧の皆さんもうちの会社はどうなのかなっていう視点で見てもらいたいんですが、うん、安渕さんちょっと説明をしていただいてもいいですか。そうですね、社員ボランタリーグループっていうのがあってですね、うん、まあ、社員はそもそも多様な人たちがいっぱいいるわけですから、うん、LGBTQ も女性もあるいは手話を使っている人たちとかですね、さっき申し上げた発達者、そういう人たちが自分たちのことをしっかり理解してもらうっていうグループを作って、うん、それが私たちと経営とも話をしてですね、そこからインプットをもらって、例えばこういうところはもっと変えていけばいいんだと、まあ、制度やルールを変えたりですね、あるいは一部は設備を変えたり、そういったことでですね、社員のいろんな違ったグループと話します。この他にもワーキングペアレンツというグループもあってですね、働くパパママがどんな問題点があるのかということを直接聞いたりすることができると、そんな形でいろんな多様性のインプットをもらう仕組みっていうのを作っています、うん、経営者に直接届けられるってすごいいいことですよね。すごいですよね。そうですね、そのパパママランチっていうのがあって、はい、私も直接出てですね、はい、いろんな話を聞いたりしたりしてますけど、やっぱりそこは社員との距離っていうのはやっぱり近くしてですね、うん、直接聞ける、その直接聞いて、はい、直接社長がいても普通に喋れるっていうのがですね、さっきのフリップに出てきたフラットとかですね、はい、オープンっていう部分なんですね、うん、そういう部分があればですね、別に社長でも何でもですね、これって困ってるんですって、こう社員が普通に喋れるっていう、そういうのがですね、ダイバーシティにとっても大事だと思います、うん、松岡さんどうですか。本当に素晴らしい取り組みだと思います。今おっしゃっていただいた話しやすさっていうのも多分その根本に位置づけられるぐらい重要なことだと思っていて、やはりこうダイバーシティがあまりないような場所だと、やはりこうマイノリティと呼ばれる人たちっていうのは自分たちの困りごとすらもやっぱり声を上げられず泣き寝入りするしかないっていうような現状が多いですよね。でそうすると本当にどちらにも良くないというか、こう大変な状況に置かれている人も例えばその会社から辞めざるを得なくなっちゃったり、会社からしてもそれ以上新しいアイデアが出てこなかったり、同じような考え方で凝り固まってしまったり、本当にどちらもあんまり良くない状況だと思うので、やはりそこはまあトップから特にこう積極的に声をすくい上げていただくということは本当に非常に本当になんか重要だなと思って、ぜひもっと発信していただけたら本当に個人的にもすごく嬉しいなと思っています。はい、そんな安渕さんも実は今日学びに来たいとさっきおっしゃってたのが印象的なんですが、ちょっと前半は松岡さんを先生にですね、先生役になってもらって一つ一つ僕も多分分かってないことあると思うので学んでいきたいと思います。まずこちらのスライドをお願いします。はい、はい、LGBT、まあ、さっきから議論に出てますけど、言葉はさすがに 91% とだんだん広がってきてるんですが、うん、理解度っていうとね、もう57とぐっと減って、うん、本当に理解してるかというともっともっと少ないような気がします。はい、次お願いします。はい、ここはちょっと松岡さんに説明してもらいたいんですが、今一声ですね、 LGBTQ って私言ってしまったんですけど、実は一つ一つの頭文字にはそれぞれの思い、それぞれの多様性があると思うんですが、こちら松岡さん、どんな意味なのかっていうのを改めて説明していただいてもいいでしょうか。
はい、もうLGBTQ という意味ぐらいは結構知ってるよっていう人ももしかしたら多いかなというふうに思うんですが、まあ、改めて説明をすると、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、またはクエスチョニングやクイア、この頭文字を取って LGBTQ、まあ、セクシャルマイノリティの総称を表す、まあ、一つの言葉としても使われています。レズビアンとゲイというのはそれぞれ同性愛者ですね、女性として女性が、男性として男性が恋愛対象に当たるよというような人を指します。バイセクシャルは、両性愛者ですね。そして、まあ、トランスジェンダーというのは、まあ、生まれた時にこう男の子ですね、女の子ですねというふうに法律上の、まあ、性別を割り当てられる、まあ、性別に対して性自認が異なる人のことを指します。クエスチョニングやクイアに関しては、まあ、クエスチョニングというのは自分の性のあり方が、まあ、決められないとかまだ迷ってるよというような人のことを指したり、またはクイアというと、まあ、規範的な性のあり方とは異なる人たちのことを表していたりします。ちょっと松岡さん、はい、いいですかね。安渕さん、この Q っていうのは普段使いますか？はい、LGBT っていう言葉あるんですけど、 Q を含める含めないは、そうですね、うん、これは実はですね、私がどこかで LGBT と発言した時にツイッターでコメントをいただいたんです、うん、で、できれば LGBTQ と言ってくださいっていうコメントをいただいて、あ、なるほどなと思ってですね、発言する時も LGBTQ というふうに発言するようになりました。なるほど。それまではずっと LGBT と言ってたんですけどね、うん、常に学び続けられてるんですか？ツイッターやってらっしゃるんですか？やってます、はい、すごい。失礼ですけど今おいくつでいらっしゃる？今年65になります。すごいですね。やっぱ世代の問題じゃないんですね。世代もね、一つのダイバーシティなんですよね、はい、やっぱすごくそう思います、はい、何歳になってもこう学び続ける大人っているんだなというのを改めて。そういう大人がいないとね、子供も学ばないですから。いやーすごいですね、うん、でもやっぱり指摘されてやっぱ Q を足してみようかとか、うん、なんかそういう学びがなんか大事だなって今思いましたね、はいはい、ごめんなさい松岡、ちょっと続きいきましょう。いえいえ、本当に、はい、実は私も LGBT って言葉は結構日本ではよく使っていて、海外では結構 LGBTQ とか LGBTQ プラスとか本当にいろんな言葉があるので、 LGBT という呼び方一つとっても本当に多様な言い方があったりするんですよね。そしてソジという言葉、右側にあります、 SOGI を取ってソジです。これは性的指向性自認ですね。性自認というのはジェンダーアイデンティティ GI で、性的指向はセクシャルオリエンテーション SO、 この、まあ、頭文字を取って SOGI でソジというふうに読めます。性自認というのは自分の性別を、まあ、男性とか女性とか、またはどっちでもあるどっちでもないよとか、そういうふうにどのように、まあ、認識しているのか。そして性的指向というのは、まあ、その恋愛や性愛の感情がどの性別に向くか向かないかという軸を表しています。まあ、なぜこれを紹介したかというと、まあ、LGBT というのは LGBTQ と呼ばれる、まあ、人たちのことを指す言葉ですが、ソジというのは、性的指向性自認という、まあ、属性を表す言葉で、実は LGBTQ というふうに一口で言うと、なんだかこう LGBTQ とそうじゃない人たちみたいな分け方ができてしまうんですが、性的指向性自認というのは全ての人、マジョリティの人も含めて全ての人が持っている属性なんですね。で、まあ、この属性、性的指向性自認という属性に限らず、まあ、平等に扱ったり、まあ、平等に生きられるような社会を作っていこうという意味で、最近はソジという言葉もだんだん使われるようになってきました。いや勉強になりますね。ちなみに松岡さんご自身はゲイであることをオープンにされていると思うんですが、 LGBTQ と一括りにされることにはご自身として何か違和感はありますか？私はですね、結構 LGBTQ という言葉はある種のチーム名として捉えていて、つまりこう社会の中でやはりこうどうしてもこう普通じゃないとか、やはりこうどうしても不利益とか不都合が生じてしまうときに、まずこの課題を解決するためでもあるし、やはり同じような課題を共有する仲間としてでもあるし、こういったチーム名というものが使われているイメージですね。なので私個人を LGBTQ の人っていうふうに言われるとちょっと違和感があります。ゲイの人というふうに言われるとアイデンティティとしてはまあ一致するんですけど、 LGBTQ の人って言うとちょっとうんみたいなところがありますね。そこら辺安部さん難しいですよね。例えばメディアだとですね、見出しとかにつけちゃうんですよ。新聞とか LGBT 男性とか LGBT 候補者が選挙に出ましたっていうふうに一括りにしちゃうこともあったりとか、まだまだその辺の実はギャップがあるなと思うんですけれど、今の話聞いてどうですか？そうですね、しかもまあ実は LGB と T もだいぶ違うとかですね、はい、うん、そういった意味で本当はもう素地みたいな形で、くくっていった方がいいと思うんですが、ただその認知度を高めるという意味ですよね、うん、そういった苦労があるとかですね、そういったある意味差別があるとかという意味で、まさに松岡さんのチーム名としてですね、認識してどんどん高まっていくという意味で、今のステージでは必要なのかなというふうに思います。辻、うんうん、さんどうですかね。さっき松岡さんがおっしゃってた、うん、ストレートの人たちとかこうどうしてもマジョリティ側って
自分たちがマジョリティでマジョリティとマイノリティっていう分断を勝手につけたがるので、自分たちもそぎの一員だって思うと、マジョリティにいる人たちもこう自分ごと化できて発信できるんじゃないかなと思うので、なるほどと思いながらお伺いしてました。そうですね、まあ、ここまでで皆さん見てる方、うん、いやこんなことも知ってるよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、ではこんな場合どうかなっていうのをちょっとケースを一つ一つ見てみながら松岡さんと一緒に考えてみたいと思います。フリップ出ますでしょうか。はい、まあ、よくある場面ですかね、まあ、2人の、方がお話をされていて、もう自分は差別はしないんだと、気にしないんだと、もうあの別に世の中変わらなくてもこのままでいいじゃないか、まあ、こんな会話してないでしょうか。松岡さんどうでしょうか。そうですね、これもあの本書でパターンの一つとして取り上げたものなんですけど、自分は気にしないということは、まあ、差別しないだと思っちゃっている人っていうのがいるっていうことを書きました。これですね、あの一見ポジティブだと思うんですね。私は差別しない、あの私は全然 LGBT いいと思うし気にしないから差別しないよと、その心意気の部分をもうすごく当事者の一人としても嬉しいんですけど、ちょっと待ってほしいのが、実はこの後によく続く言葉が、まあ、いろんな個性があってみんな違ってみんないいよねみたいに言われることも結構多いんですよね。でこれでどう思うか、または何が生じるかというと、実はまあその後こうあの当事者の個人が例えば体感している経験している困難とか、または LGBTQ を取り巻くさまざまな課題を、まあ、私は気にしないからまあ、それは別に興味がないというか、それ以上認識を深めないということにつながってしまうことがあるんですね。これは結構やっぱり懸念があるというふうに思っていて、まあ、やはりこう気にしないから別に差別しないからだから別にそのままでいいんじゃないっていうふうに言われても、いやとはいえ結構自分はその例えばパートナーが会社の中の会社でまあ働いていて、パートナーがいる、同性のパートナーがいるんだけど、そういった福利厚生適用できなくて困ってるんだよねとか、制服の問題困ってるんだよねっていうことを、じゃあ相談できるかっていうとやっぱりちょっと相談できなかったりっていうところで、実はそのまあ認識を深めないというところにつながってしまう注意点がありますというところですね。いや本当そうですね、松岡さんよく聞くんですよね、みんな違ってみんないいとか、それぞれいいとこあるじゃんとか、もう気にしないよっていうのは本当にカジュアルに聞かれちゃうんですけど、そこは逆に思考を停止してるってことですかね。そうですね、もちろんあのみんな違ってみんないい社会になることがあの目標だと思っていて、まあ、それぞれ個性があっていいよねって終われればもちろんいいんですけど、やっぱり実際は、まあ、女性であることで、または LGBTQ であることで、障害があることで、さまざまな困難な経験に直面してしまうわけなんですよね。でそれを、まあ、いわゆる当事者ではない人から、まあ、みんな違っていいよねとか個性いろいろだよねっていうふうに言われてしまうと、あやっぱりその自分の困難っていうのはある種矮小化されてしまうというか、まあ、一緒くたにされてしまう。しかもこうマイノリティって言っても一人一人困難の経験も違うのに、まあ、その困難っていうのはなかったことにされてしまうように感じてしまう人もいるという点で、やはり注意が必要なかなというふうに思っています。安渕さんいかがですか。やっぱりこの自分はって言った時に、自分がどちらかというとなんか安全地帯に立っていて気にしないって言ってる風にどうしても聞こえてしまうんですね。そうではなくて、あなたはどう思ってるんですかと、あなたは何が困ってるんですかというのが本来の質問じゃないといけないですよね。私に何かできることありますか、何もないかもしれないけども、もし聞かせてくれることがあれば教えてくださいっていう姿勢でないとですね、分からないですよね。確かに、本当にそうですね。さっきあの会社でこんな取り組みをしてますっていうのをおっしゃってくださったと思うんですけど、それお伺いしてる時もすごく思ったんですけど、やっぱ個人としては何も思ってないかもしれないですけど、例えば法律だったりとか会社のルールだったりとか、個人個人の意識以上に社会がまだ課題を抱えている状態なので、例えばじゃあ会社で一緒に声を上げてくれるのかとか、例えば飲み会の場でなんかちょっと違うその状況を知らない人がなんか、あこの言葉きっと言われたら嫌だろうなと思う時に止めてくれるのかとか、仲間になってくれるのか、いわゆるアライとか言ったりしますけど、こうあ私は OK だから大丈夫だよって手放しするんじゃなくて、会社の制度を一緒にじゃあ声を上げていくとか、こう一緒にパートナーになって声を上げて、ま、いけるっていうところまでが本当の理想のなんかこう動きなのかなってちょっと思いました。なんかすごい、まあ、こういう問題日本にはないよとか、もう解決してるよっていう言説もすごい今似てるなと思ったんですよ ね、 そうですね。なんか多様性はもう大丈夫だよとか、もうこんなに時代は進んだんだからいいじゃないかみたいな、どうしてもアクションが続いていかないと問題っていうのはすごい隠されていっちゃうなっていうのは感じましたよね。個人の意識以上にルールチェンジが必要な時もありますからね。でも本当安渕さんおっしゃったように、自分は気にしないっていうのは自分が主語でそれじゃダメですよね。やっぱりあなたはどう思うんですかとか、あるいは自分が知らないあなたはいるのかとか、そういったことを考えなきゃいけないなっていうのはすごい感じましたよね。ちょっと次のあのケーススタディ見ていきたいと思います、はい。
はい、まあ、これもよくある話ですよ ね。いや、私、僕には LGBTQ の友達がいるからもう知ってるよと、理解してる、まあ、例えば私も松岡さんという友達がいるんでもう全部知ってるんだと、もう私はダイバーシティ完璧に分かってるよって言っちゃう人いないでしょうか。松岡さん、どうですか。はい、これもやっぱりよくあるケースだと思っていて、私もやはりゲイであることをカミングアウトすると、あ、私にもゲイの友達いるよっていうことを言ってくれる人多いです。でもちろん、あの、こう友達がいるよっていうことをシェアしていただけることは個人的には嬉しくて、あ、きっとこの人は理解したいと思っていたり、ポジティブに捉えているんだなっていうところで、とても私は好印象なんですね。ですがやっぱり問題は、友達がいるからあなたのことを理解してるよとか LGBTQ のことを理解してるよって言い切ることにはやはり注意が必要ではないかという点なんですね。まあ、なぜかというと、やはり LGBTQ っていう、まあ、ことを言っても、やはり一人一人、まあ、セクシャリティも違えば経験も違うっていうところで、やはりこう友達がいるからといって理解しているわけじゃない、これはまあ当たり前のことではあるんですけど、これ類似する例で言うと、例えば私は、まあ、いわゆるシスジェンダーヘテロセクシャルの、まあ、いわゆるマジョリティの女性の友人がいたりとか、または外国人の友人もいるんですけれども、じゃあ女性の全てを理解しているかっていうと、当然あのいろんな女性がいるので理解しているわけではないですし、または外国人の人も含めても本当にいろいろな国籍のいろいろなバックグラウンドを持った、まあ、人たちがいるので、まあ、全てを理解しているわけではないというところで、やはり理解しているということは言い切れないなというところがあるんですね。ただあの一個、あのこれは特にちょっと注意したいのが、あのいわゆるこう I have black friends 論っていうのがあるんですけれども、やはりこうあの反対にこう LGBT に対する差別的な言動とか認識を、友達がいてその友達も自分の意見にこう同意してくれているからという言い訳に使われてしまうことがあるんですね。例えば LGBT の人たちは、まあ、生産性がないっていう言葉が、まあ、数年前にこう話題になったりしましたが、その時に私の同性愛者の友人も私の意見に同意してくれているということを言い訳に使われてしまうということもあるので、実はこの友達がいるからっていうのは、いい意味でも悪い意味でも注意が必要だというところをあの考えています。なるほど。あ、今ちょっと質問が来て、この SOGI っていう言葉、ソギですかソジですかっていう読み方の質問が来ました。あ、知りたい。はい、あのありがたい指摘をありがとうございます。あの実はですね、これあんまり決まっていないというのが正直な答えで、あの地域とかの英語圏の中でもソギと呼んだりソジと呼んだりすることがあるみたいです。まあ、一応日本ではあの あのジェンダーアイデンティティという意味では、まあ、ジが一番最初の音に来るのでソジということが多いんですけど、別にソギでも全然間違いではないです。あ、本当コメントありがとうございます。うん、どんどん聞いてくださいね。僕も今初めて知りました。じゃあ鈴木さん、どうですか。さっきの友達がいる論っていうのは割とよく聞く話だと思うんです。そうですね、これって私も通ってきた道で、うん、最初は友達がいるっていうことがポジティブだと思ってたんですね。うん、ところがある時ふと気がついたのは、いわゆるそうはっとですよね。友達がいるから何なんだということですね。うん、友達がいるからじゃあ理解を深めようとしてるのか、何か手伝おうとしてるのか、うん、何かアクションを起こしてますかっていう、なんとなくこう質問を感じたんですよね。だからそうすると友達がいること自体はそれは事実としてはいいんですけども、それは何の言い訳にもならないし、それが理解していることにも当然ならないということで、サポートコメントのごく一部にですね入れるぐらいの感覚であればいいと思うんですけども、理解しているっていうのはもう何についても当然言い過ぎなわけです。うん、そうですか辻さん。いや、もうまさにおっしゃる通りだなと思うんですけど、さっきおっしゃってたその自分が主語になってるよねっていうことにも集約されるなと思うんですけど、やっぱりこう例えばダイバーシティ理解してないよねとか LGBTQ の人たちに対して差別的だよねって言われることに対して、みんないや私は違うよってどうしてもつい言いたくなっちゃうと思うんですね。分かってないと言われると、いや私分かってるしちゃんとそんな悪い思いはないよってこう焦って言っちゃったりすることもあると思うんですけど、意図的じゃなく言葉を間違えちゃったりすることも誰しもあるというかっていう中で、やっぱりこう構えとして、いや私友達いるしそんな差別的な思いないからっていうふうに突き返しちゃうと、もうそれで理解が止まっちゃうので、友達いるんだけどでもやっぱりどこまで聞いていいのかもわからないし、職場での出会いと友達親友との関係性また違ったりするので、なんか職場でじゃあ困ったことがあったらなんか話せるタイミングがあったらいつでも聞くからとか、逆になんか一緒にできることあるとか、どこまで踏み込んでいいかっていうのをまあ順序立ててだと思うんですけど、一緒にその環境の中でその人に対してできることがあるかっていうのをお伺いしてみるっていうのは一ついいかもしれないですね。確かにそうですね。はい、さっきコメントもありがとうございます。学ぶ姿勢が大事というコメントいただきました。はい、ではちょっと次のスライドいきたいと思います。いや、いろんなケースありますね。まあ、これもねよく見られるんですよ。 LGBTQ の当事者全員が喜んでくれると思って、まあ、例えば人事担当者の方が、まあ
ね、あの他の企業に比べたらいいと思うんですけれど、まあ、こういった政策をやりましたと、うん、じゃあみんな喜んでくれるかと、あれこの今紫の顔の方はちょっとね、うん、あの浮かない顔してますが、松岡さんこれどうでしょうか。 LGBTQ の当事者全員が喜んでくれると思ってしまうということ。はい、これもですね、あの今おっしゃっていただいた企業のダイバーシティ施策の担当者の方からもよく聞くところなんですけど、こう会社の中で LGBTQ に関する施策、例えば、まあ、同性パートナーの福利厚生適用とか、または研修を深めるとか、そういったことをやっているときに、あの匿名で当事者の方からこんなことはやめてくれっていうふうに言われてしまってびっくりしたということを相談されたことが何度もあるんですね。でこの時にあのもちろんこう驚いてしまったことは理解はできるんですけど、そもそもやはりこう LGBT に関してあのやった施策だから、まあ、当然のように当事者全員が喜んでくれるものだと思ってたっていう感覚の方もいらっしゃって、その時におやおやっていうことを思ったんですね。でなんでかというと、まあ、これ分かりやすい事例で言うと、例えばじゃ あの子育てをされている、例えば企業で働かれている方のことを想定した時に、例えば育児に関連する施策をあの例えばやった時に、あの例えば子供を持っていない、子供を育てていない方だったりとか、または、まあ、子育て世代だけどもうすでにこう子供が大きくなっていて、昔、まあ、働いてた時にそんなにその子育てに関する制度は充実してなかったっていう方からすると、もしかしたらいらないんじゃないとか、まあ、興味ないっていう人って当然いると思うんですよね。なんですけど、じゃあそれが、まあ、当事者あのなんていうか制度がいらない理由にはならない。なぜかというと、実際に、まあ、子育てが、まあ、しながら働くことっていうのはすごく大変で困難な時にそういった制度が必要だっていう人がいるからですよね。なので、まあ、LGBTQ というふうに一口で言っても、もう何度もこれは繰り返しになっちゃうんですが、まあ、一人一人によってバックグラウンドとか考え方は異なるので、みんながみんなあの理解あのその制度が欲しいというふうに思っているわけではない可能性があるんですね。例えば今まですごくこうクローゼットといいますが、 LGBTQ の当事者の中で、まあ、自分のセクシャリティを隠してあのでこ うまくこう溶け込んで会社の中で生きてきた時に、突然会社が大手を振って LGBTQ 理解とか支援ということを打ち出すと、自分のセクシャリティがまあバレてしまうんじゃないかというふうに逆に怖くなってしまう人とかもいるわけなんですよね。まあ、そういった人のことをどれぐらい流度高くまあ想定して想像できるかというところがすごくキーワードかなというふうには思います。うん、ちなみに実際当事者の方で最近の、まあ、この言葉がいいかわからないんですが、 LGBTQ ブームについてどういうふうに思ってますか。急にみんなが言い出してるっていうような雰囲気もあると思うんですが。やはりこれはもう一概には言えないですね。本当に当事者一人一人の感覚によるかなというふうに思っていて、本当にちょっとびっくりしてあのやめてくれっていう人はもう当然いると思いますし、まあ、一方でやはりあの会社がこれだけ大手を振ってあのいろいろな制度だったり理解をあの広げていっていただいていることで、本当にカミングアウトできるようになったとか、まあ、就活生の中ではそもそも自分がまあ会社を選ぶ立場として、まあ、あの面接の段階であえてカミングアウトして会社の態度とかそういった反応を見るということをトライしている人もいたりして、あの本当にいい面もあれば、やはりちょっとまだ過渡期なのでちょっと辛いなと思っている人もいるのは確かだと思います。過渡期ですよね。安藤さんどうですか、企業の経営者の立場として。そうですね、うん、あのまず一つはその制度が全てを解決するわけではなくてですね、うん、やっぱりそのダイバーシティの受け入れとかですね、やっぱりその会社の中のそういった文化の中にですね、こう自然に受け入れを作っていくということを継続的に努力していかなくちゃいけないと思うんですね、うん、で制度はある意味で当たり前のことを当たり前にしているだけなので、うんうん、そこで突然誰かがものすごい喜ぶことを期待することではなくて、確かに、ここはやっぱりこうしていくのが、まあ、正しいからやってるだけなんですよね、うん、なのでそこの過度の期待っていうのはどの制度でもそうなんですけども、うん、なんかそれをやったらすごいことだっていうこと自体が、はい、その期待感自体がですね、うん、なんとなく間違ってるんじゃないかなという気がします。私もそう思うんですよ。これやっぱり人権の問題としてやんなきゃいけないのに、はい、それを やることがさも先進的な会社ですとか、うん、私はいいことやってますみたいな人事部の方もいるんですけど、それはまず当たり前だと前提ですよね。でその上で何のアクションをするのかっていう方が大事だと思うんですよね、うん、そうなんです。今まで足りなかったことをしっかり足しただけなので、足しただけなので、そこで別に何かあの劇的に何か起こったわけではないというのが、うん、まあ、正しい認識だと私は思っています。辻さんどうですか、やっぱりあの、まあ、さっきから一つのポイント、このブームとか、はい、その言葉が広がることをどう捉えるか、もちろんポジティブな面もあったりとか、はい、制度が生まれ変わるというのがあると思うんですけど、うん、まあ、それ特に広告業界からご覧になってて、はい、その社会の動きを普段から見てると思うんですけど、はい、うん、広告でいうとそれこそまだちょうど過渡期で、うん、LGBTQ もそうですし、そのまあ男女比的なところもまだ変わりきってない風潮に対して、個々人の意識はだいぶ変わってきてると思うんですよ、うん、ツイッター見てても。でもやっぱり
個々の個人の動きよりも組織としての動きの方がやっぱり時間はかかるので、企業が完全にマインドセットが変わりきれてるかっていうとまだまだなのかなとは思ってます。例えば CM でもいわゆるこう食器洗剤の CM とか、こう食卓を囲むみたいな演出の時に、大体こう家族っていう構成で出てくるのは男性のお父さんと女性のお母さんがいて、で子供がいてみたいな家庭がこういわゆる食卓として描かれてたりとか、で台所に立ってるのは大体女性でとかっていうところがやっぱり今までで、まだまだ変わらないですけど、最近独り身の方が演出に使われてたりとか、それこそ同性の、最近私もあの MVでスポンサードの、MV ミュージックビデオを撮ったんですけど、それもなんかわざわざこう同性パートナーの2人の話ですではなくて、普通にカップルの演出として当たり前にそういうカップルもいるし、そうじゃないカップルもいるし、そもそも恋愛しない人もいて、今恋愛たまたましてない人もいてみたいな、いろんなシチュエーションがあると思うんですけど、そういうふうに当たり前に日常の一シーンに出てくるっていうのを、特に広告は演出としてやっていかなきゃいけないなっていうのはすごく思いますね。ちょっとずつですけど、まあ、ドラマとかもね、わざわざ言いますもんね、これ LGBTQ の恋愛を描いたドラマですとか、うん、いや本当そうなんですよ。それがすごいね、まあ、今過渡期だからかもしれませんが、まだそうですね、うん、制度的なこととか大きなチェンジをしてますよっていうのは一つ必要なのかもしれないですけど、はい、うん、はい、こちらも大きく変わった制度の一つ、はい、実はこれも大事な2020年6月、今年の6月に変わったばかり、まあ、大企業対象なんですが、実はこれ2年後中小企業も対象になるんですが、パワハラ防止法というのができました、はい、この3つ目のポイントが、今日のテーマに関わるんですが、松岡さん解説していただいてもいいですか。はい、このパワハラスメント防止法は、あの企業にパワハラの防止対策っていうことを、まあ、ちゃんとやってくださいねっていうことが義務になったんですね。なので本当に意識のある企業もそうじゃない企業も、すべての企業がパワハラスメントを防止しないといけなくなったんです。でこれが実はそのパワハラという定義の中に、あの先ほど冒頭でもお話しましたが、素地に関するハラスメント、性的指向、性自認に関するハラスメントや、もう一つアウティング、これはあの本人の性のあり方、性的指向、性自認などの情報を第三者に勝手に、まあ、本人の同意なく暴露してしまうことなんですが、これもパワーハラスメントに含まれますよってことが決まったんですね。で実はこの職場に関する、まあ、素地、性的指向、性自認に関する課題を法律で、しかもこう企業に何らかの義務付けをする法律っていうのは実は日本で初めてなので、すごくまあエポックメイキングというか重要な転換点になっている法律です。なるほど、アウティングもパワハラなんですね。パワハラというと一般的なイメージはすごく何ですか、上司がまあ暴力的だとか非常に力強い言動で部下をいじめるっていうのがイメージなんですけど、アウティングもパワハラになるんですか。そうですね、あの機微な個人情報を勝手にバラすっていうことも実はあの、まあ、ハラスメントに当たるっていうことが、まあ、解釈なんですけど、例えばあの妊娠に関する情報だったりとか病歴とか、そういったものも勝手に暴露してしまうことって基本的には NG っていう認識って多くの人持ってると思うんですけど、まあ、それと同じように性的指向、性自認という情報も、まあ、勝手に暴露してしまうということはダメですよってことが今回含まれたことになります。はい、わかりました、ありがとうございます。では、こちら前半を終えて、また後半からこの議論、ダイバーシティの議論を深めていきたいと思います。一旦 CM をお願いします。はい、ここから後半に話を持っていきたいと思います。まずちょっと辻さんの方から、はい、ちょっとジェンダーに関する議論、あの、はい、問題提起してもらってもいいでしょうか。はい、
今日テーマがダイバーシティということで、はい、LGBTQ 皆さん連想される方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、もう一つ大きな大事なところで、ジェンダーいわゆる特にビジネスの世界でいうと男女比っていうのが結構問題になるので、うん、ちょっと今日このデータを持ってきたんですけど、はい、これ日本の上場企業における女性役員の割合でして、うん、100人中5人しかいないんですよ女性の役員って今日本の上場企業で、うん、でもちろん上場企業だけじゃなくてあらゆるビジネスシーンで結構こう最近だとビジネスカンファレンスとか、うん、いわゆるこう登壇する人たちに女性の比率がすごく少ないことも問題に、うん、ゼロとかありますよね。いや本当ひどいんですよ。ああいうのは出ない方がいいですよ。ちょっとずつ変わってきていて、うん、それこそ男性だけが登壇者にいる場合は、うん、登壇しませんっていう声を上げてくださる方が増えてきたりとか、それこそよくテレビ番組でも私今水曜日報道番組出てるんですけど、いわゆるこう専門家として語っていく人たちは大体男性で、こうその人に質問をするサポート役が女性という役割が結構今まで多かったんですけど、それもまあちょっとずつ変わってきている。ただこれも去年は100人中4人 4% だったんですけど、それが一昨年ですね、それがちょっとずつまあ 1% ずつ上がっていったりとか、ちょっとずつちょっとずつは変わってるんですけど、まだまだビジネスシーンってこれだけジェンダーギャップがあると言われているんですね。でちょっと今日気になってたのは、安藤さんもともと金融業界にいらっしゃったじゃないですか、うん、はい、最近だとこうドラマの倍返しだで皆さんもしかしたら頭によぎるかなと思うんですけど、結構こうあれもあのドラマも登場人物はほとんど男性で、男性同士のこう社内政治みたいなイメージがすごく強いんですけど、そこら辺って業界内でどんな感じだったりするんですか？そうですね、私はまあ金融に入ってからずっといわゆるまあグローバル企業でやってますので、はい、非常にグローバル企業の場合は、まあ、能力主義っていうのがかなり使われておりますので、はい、そういったジェンダーギャップっていうのはだいぶ少ないですね。あ、そうなんですか。はい、私のところでもやっぱり、はい、まあ、9人のマネジメントチームですが、はい、3人女性が入ってますので、3人女性で2人がいわゆる外国人ですね、はい、という形で多様性を取り入れていくのが強みになるっていう考え方ですので、それはだいぶ変わってきてると思いますし、まあ、日本企業もですね、はい、まあ、この5人というのも例えば企業規模別に切ったりしていくと多いところも増えてきているというふうに思います。だいぶ業界別に、はい、多かったり少なかったりというのが出てきているとは思います。うん、安渕さんの経歴ちょっと出ますかね。はい、すごい、どうですか安渕さんご自身最初からそういったことを意識、まあ、最初三菱商事にいらっしゃった頃からはどんな考えをお持ちでしたか。どっかで変わったっていうのはあったんでしょうか。そうですね、やっぱり一つは私自身はすごくこう知的好奇心が強いっていうのがドライブになってますので、いろんなことをやってみたいなということがすごくありました。したがって、まあ、例えばハーバードに行くっていうのも自分の好奇心で、はい、その有名なハーバードってどんな人が来てるんだろうということで、ね、そこでかなりダイバーシティに触れたんですね。やっぱり一クラス1年のクラスの中でもやっぱ 35% ぐらい女性がいますの で、 そ う、 なんですか。そういった意味でしかも世界各国から来ているというダイバーシティにすごく洗礼を受けたということがあると思います。でその後もですね、例えば社長になるとかそういうことを目指したことは一度もないです。やっぱそういった自分の仕事とか、次はこんなことやるともっと面白いんだろうとかですね、これが思いっきりできるといいだろうなということを次々こう追い求めていく中でうまくいっていくと、それがまたいろんな人が見ていてくれて、まあ声をかけてもらったりして今日まで来たということなので、そういった意味ではもう好奇心でまあそがどん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 自分を新しいところに行き、新しいところに行くとやっぱりワクワクしますし楽しいし、新しいことをどんどん学べる。でその好奇心のもう一個の側面が学び続けるということだと思います。なるほど。辻さん、商社マンの友達とかいます？商社マンあんまり、あ、でもいます。大学の同期とかに何人か。結構忙しくないですか。ってそもそも商社マンっていう言葉はおかしいと思うんですけど、やっぱりなんかね、男性社会みたいなイメージあるんですけど、ビジネスマンもちょっとずつ変わってきましたけど ね、まあ、ビジネスパーソンと言ったりしますけど、商社はかなり特に私のいた時代はものすごく男性社会ですね。はい、すごく男性社会で、まあ、女性も採用均等法移行してますけれども、はい、まあ、ほとんど定着はしていないっていうのが実態だと思います。今も商社業界の生え抜きの女性役員がいるかどうか調べてもらうと分かります。今ほとんどいないと思います。どうしてなんですか。まあ、これまでの議論ではいろんな人がいろんな多様性があった方が、まあ、活性化したりとかみんな認め合うっていう流れに来てるのに、どうして今まで日本の会社ってなかなかそれができなかったんですかね。
まあ、一つはですね、同質性の心地よさっていうのはすごくあると思います。なるほど。それから同質性の中で物事を決めると全体が伸びているときは間違わないですね。何をやっても伸びてますから。ところが今のようにすごく世の中複雑化してきて、変化の度合いも激しくて予測ができなくなってくると、同質の中で意思決定をしていると間違うことが増えてくると思います。いろんな観点を入れていかなくちゃいけないということがすごく、まあ、ここ、まあ、10年とかでものすごく変わってきているというふうに思います。なるほど。確かに確かに。安道さん、半沢直樹とか見てますか？見てます、はい、どうですか、はい、半沢直樹ご覧になってて、あの企業版の時代劇として非常に、はい、面白いと思いますし、はい、ただ少し懸念があるのは、はい、あれを見ていいなと思う人がまたたくさんいるんじゃないかということがちょっと懸念としてはあります。ああいう世界をまだ目指していたりとかですね、ああいうものをが実際に存在したりすることがすごく懸念ですよね。なんかリアルにドラマ自体は面白いですけど、あれを違和感なく普段こうジェンダーイクオリティの話とか結構してるんですけど、でも実際ドラマで見るとビジネスの世界ってあの描かれ方をするのにそんなに違和感をやっぱ持たないんですよね、うん、それでこうコンテンツとしてはやっぱり刷り込まれてて、でも日常を見るとあれ普通にオフィス見ると当然女性もいるし、私も会社やってるんですけど女性なので、なんかいざあれに違和感を覚えず見てたこと自体が違和感を感じるというか、ちょっとそういうふうに変わっていくといいなと思ったりはするんですけどね。なので私どもの会社でもですね、いわゆるアンコンシャスバイアスっていうですね、そういったトレーニングをやっていますっていうのは、いろんな刷り込みがあってですね、それが自分たちのものの見方を作っている部分があるんですね。したがって自分が気がついていないいわゆる偏見、そういったものをですね、きちんと自分にもあるんだということをですね、意識するということをですね、まあ、トレーニング等を通してしっかりやってもらうということですね、みんな多分いや僕全然偏見ないですからって言ってる、はい、そんなことはないんですよ。誰にでもありますもんね。見るもの、会う人、読むもの、いろんなところからいろんな考え方が刷り込まれちゃってるので、そういった自分がどこがどう刷り込まれてるかっていうのを理解するってすごく大事だと思います。でまあ、確かに半沢直樹時代劇ですよね。でなおかつ時代劇って結構憧れを持って見る人も多いと思うんですよ。例えば昔の侍の映画見て俺も侍になりたいとか、男気とか言う、男気とか言う、それが実は投影している部分もあのドラマあるかもしれないですよね、うん、そうですね。だからまあ本当に水戸黄門みたいなもんで、うん、だから今でも見るとですね、うん、いや半沢転職すればいいじゃんって私は簡単に思いますよ、はい、なんでそこにいるのと、うん、もっといっぱいそれだけ仕事できるんだったらいっぱいオファー来てるでしょうと思いますよね、うん、いや本当そう、ヘッドハンティング人材派遣会社からいっぱい電話かかってますよ。確かにヘッドハントされますよね、ちなみに松岡さん半沢直樹見てますか？見てないんですよね。ちょっと私やっぱりこうすごく男性社会の特にそのいわゆるホモソーシャルっていうふうに呼ばれるんですけど、やはりこう女性蔑視だったり同性愛嫌悪っていうのがセットになって、やはりああいうコミュニティっていうのはできるので、やはりちょっとああいう物語またああいう社会に入るとやはりすごく辛いっていうのがやっぱり個人としての感覚で、なかなかやっぱり楽しめないなっていうのがありますね。そうですよ。なんか本当に男性が大声を出して、まあ、それでドラマとしては流飲が下がったりクライマックスになったりするんですけど、少しドキッとしちゃったりとか、あと今日ちょっと伺い、まあ、見てないのはあれなんですけど、まあ、1人検察庁の黒崎さんという人が出てきて、はい、まあ、いわゆるおねえ言葉っていうのを使って、まあ、キャラクタライズされてるんですけど、まあ、ああいうのもまだまだ日本のドラマでは残ってる、まあ、非常にドラマと、まあ、フィクションの問題と、この LGBT の描き方とか、あるいはまあそもそも LGBT じゃないかもしれないんですけど、すごく難しいテーマを含んでるなと思うんですけど、なんかさっきそうですね、やはりごめんなさい、ラグでどうぞ、はい、すいません。やはりこうどのようにメディアで描くかっていうのは現実社会とすごく密接につながっていると思っていて、やはりさっき辻さんがおっしゃっていた自分がその半沢直樹の世界観を見た時に、あそっか自分の世界はこうだったんだとか、あメディアの世界では確かにこう描かれるなっていうふうな、まあ、驚きとかそういったものっていうのは、まあ、常に自分の社会というのがメディアのそういう描かれ方とリンクしているからだと思うんですよね。それはやっぱりこうメディアの中で常にオネエタレントとか呼ばれる人たちが活躍し続けると、まあ、もちろんそれによるいい効果もあるんですけど、やはりこう世の中にいる性的マイノリティって呼ばれる人はみんないわゆるオネエタレントの人だっていうふうに思われてしまって、まあ、そういった面白おかしく揶揄されたりっていうふうにつながっていくので、実はメディアの功罪っていうのもすごく重いんだなっていうのを実感してますね。コンテンツで言うと特にジェンダーイクオリティとかでいうと女性の自立みたいな形でセーラームーンが出てきて、セーラームーン世代とか言われますけど、
それでこう戦う女の子たちがまあちょっと当たり前になって、それが今の30ぐらいの世代ですかね。でその下の世代、私の世代でいうとプリキュア世代とか言われたりしますけど、こうプリキュアってステッキとかで魔法をかけて戦うんじゃなくて素手で殴るんですよ。そういうかなり私それの影響を受けてるなと思うんですけど、やっぱりコンテンツの影響って、ディズニープリンセスとかもそうですけど、アナ雪でこう王子様を待つプリンセスじゃない描かれ方をしてきたりとか、ちょっとずつコンテンツのある意味こうプラスな面でもマイナスな面でも刷り込みってすごい多い気がしますね。なんかそういうことを考えると、もうちっちゃい頃からあのバイアスできちゃうじゃないですか、はい、そうすると例えば安渕さんのような方がいて社員の方にメッセージを出してももう遅いんじゃないかとか、そういう意見もあると思うんですけど、どうですか、会社って変わるもんなんでしょうか。そうですね、あの意識を変えようっていうこと自体っていうのはどこまで変わったかわからないと思うんですね、はい、ただ行動を変えることはできると思うんです、したがって行動を変えていくことによって、みんなが過ごしやすい職場になることは間違いないので、私の目的はですね、人々の皆さんの行動を変えてもらうことです。例えば飲み会でそういう今不適切な発言があった、いやそれはもう今ダメだよって一言言うとかっていう、そういう行動を起こしてほしいだけなんです。でそれをどこまで信じているかいないかっていうことを根本を問うのが難しいので、とにかく行動に示して不適切なことは不適切であると、これはダメだよっていうことをですね、みんなが言うようになればですね、良いという、そういうところを目指しています。なるほど、確かに内面と心まで変えようと思うと少しちょっと大変な気がしちゃいますよね。で多分その、行動心理学じゃないですけど、そうやって行動を変えることによって徐々に考え方も変わってくる、これって本当にダメなんだなと、こんなこと言っちゃダメなんだなと自分も言わなくなるし、周りの人の言ってることが気になると、で半沢直樹を見るとどことなく不快感が残るとかですね、そういうのはやっぱ変わってくると思います。今コメントにも入ってますけど、男性だからといって重い仕事させられるの男性側もそれもこれ本当そうだなと思ってて、LGBTQ もの方もそうですし、ある意味こう体の性別で言うと女性もそうですし男性もそうですし、なんかこうらしさの弊害がもうあまりにも今までの社会でありすぎて、それこそさっき の例えに出てた LGBTQ 向けの施策だから LGBTQ みんな喜んでくれるだろうもあれもそうで、例えば日本人だから全員寿司が好きかっていうと、まあ、そうじゃないに決まってるよねみたいな、それがこうみんな分かってる人種とかでいうと特に島国なのでなんとなくみんな分かると思うんですけど、それが急に性別になったりとか自分と違うものになるとこうくくってしまう、くくった方が理解がしやすいからっていうところだと思うんですけど、そこで一旦立ち止まって個々人に話を聞いてみるとか、それこそ今日松岡先生にいろいろお学びしていただくみたいな形でちょっとずつこういうふうにこう相互理解をしていけるといいですよね。そうですよね、相互理解、やっぱりこれからのビジネスにおいて、これも教養なんじゃないかと、基礎知識なんじゃないかというふうな議論もあるんですけど、ちょっと辻さんが面白い問題提起されてたので、ちょっとツイート、辻さんのツイート出ますかね。はい、こちら最近のツイートですかね、ついこの間ですね、ちょっとある広告でいろいろ議論が起こってた時があって、で改めて思ったことがあったので書いたんですけど、ちょっと文章が長くてすみません、これ興味ある方はツイートを飛んでいただけると、ね、この下に5個ぐらいリプライで長くツイートしてる、140字以上ありそうなんですけど、ちょっとちっちゃい、小論文ぐらい書いてたんですけど、やっぱり先ほどお話した通りコンテンツとかメディアの力っていうのはすごく強いので、発信する仕事をしている人、インフルエンサーもそうですし、あらゆるコンテンツのクリエーターもそうですし、こうやってメディアで喋る場でもそうですけど、特に私の仕事で言うと広告クリエーターなので、広告クリエーターはフェミニズムもジェンダーもそうですし、セクシャリティ、エスティニシティ、いわゆるこう人種的なこともそうですけど、民族的なこともそうで、ルッキズム、いわゆるこう美しさの多様性のなさみたいなところも、今までで言うと美白進行とかがあったりとか、いろんなものがあったりすると思うんですけど、体型も細い方がいいとか、そういうあらゆる観点っていうところをもう少し視点として、そういうものあるよね、知ってるよ、ダイバーシティでしょじゃなくて、それぞれが実際どういうことで今までどういう歴史を歩んできて、どういう問題があって、でこと広告の世界ではどういう発信をこれまでしてきて、どの企業がどういう発信をして、どういうバックラッシュがあって今に至るのかっていうことを学んでいくと、それこそこうよく言われるのは、広告がダイバーシティを目的に作るとつまんないものばっかりできちゃうんじゃないかとか、もうポリコレとかみんな言っても苦しいし、表現なんて面白いもの作れないよっていう人いると思うんですけど、これは目的じゃなくて前提なので、なるほど、そういう意味での教養って書いたんですけど、ダイバーシティを表現する CM っていうのはもちろん
時代の特に過渡期なので、もちろん目的にするものも一つありますけど、そもそも前提であって、どんなに面白おかしい表現でもそれが大前提に意識としてないとコンテンツとしては成立しないので、こうあらゆる世に物を届ける人の責任として、これをこう私自身も含めて学んでいかなきゃいけないよなっていうのを改めて思ったんですね。でちょっと話が長くてあれなんですけど、これツイートしてすごい私が希望だなと思ったのは、私業界的に広告にいるので広告のことを書いたんですけど、ちょうど広告で炎上してたものがあったの でこれの引用リツイートで建築業界の方だったりとか他の業界の人たちが自分の業界でもこれ学ぶ必要があるって結構書いてらっしゃった方がすごく多くて、なのでまあ広告に限らずあらゆる業界で皆さんが今見てくださってる方が自分の業界ってどうなんだっけとか、自分自身も学べるところあるかなみたいなことを思いながらツイッターを見てもらえたら嬉しいなというところでした。いいですね。安口さんどうですか。そうですね、やっぱり分からないこと、要するにまず知っているという思い込みが一番危ないわけですね、知ったかぶり、はい、したがって例えば当事者の人たちにどうやってこう話を聞けるかってですね、でコーチングの世界なんかでもですね、いわゆるアクティブリスニングということで、はい、どれだけ人の話をしっかり聞いて、それを自分に取り込めるかっていうのが技術としてもありますけれども、はい、やっぱり当事者の方に会ったりいろんな人にですね、まあ、いわば下から目線でお話を聞くということだと思うんですね。それをしっかり聞ける力っていうのをやっぱり社会人は身につけていくと、それがやっぱり読む書くじゃないですけども、やっぱり聞く力ですよね。これがやっぱりいろんな教養をですね、自分に引き寄せてくれるというふうに思います。で素朴な質問をできる力ですよね、知ったかぶりをしないで、これって本当はどういうことなんですかって教えてくださいって言えるかどうかですよね。そういう場合ってやはり当事者の方に聞くっていうのは大事ですか。そうですね、正確で当事者っていうのもそのいろいろいろんな当事者の方がいるんで、なるべくたくさんいろんな人に話を聞くと、それ自体でこうダイバーシティのあるいろんな意見があるから、要するに正解を求めないってことですね。それから正解を求めないで相手にそういった思いやりを持ってやってることについてはある意味過ちを恐れないですね、間違ったらそこはごめんと言えることの範囲の中である、ある程度限界ありますけども、しっかりとそこは前に進んでいくということが大事ですね。そうしないとですね、なんかどこかに正解があるんだと思って、その正解をビシッと言おうと思ってるとですね、世の中どんどん動いていって正解ないんですね、そこが一つの問題点だと思ってます。なるほど、聞くっていうのもそうですし、今も正解もどんどん変わっていくし、人それぞれという話もあったと思うんですけど、なんかまあもちろん状況にはよりますけど、特にまあ広告の世界でいうと、例えばクリエイティブディレクターってい こう職種があって、企画のこう責任者って言ったらわかりやすいですかね、なんですけど、でクライアントさんがいて、クライアントさんも当然責任者がいらっしゃって、まあ、いろんなこうまあ営業の責任者がいたりとか、まあ、いろんな人たちが関わってくるわけ で誰にその仕事を頼むのか、例えばさっきの映画でもキャスティング誰に頼むのかとか、どういう人にこの脚本を書いてもらうのかとか、こう仕事を頼む、それこそ社内でのさっき社内にそういうチームグループ作ってらっしゃるって話もあったと思うんですけど、自分自身も学ぶし、でもやっぱり一番分かってるのはそのことを学んできた人だし、当事者だし、傷ついてきた人だし、逆に一緒に戦ってきた人かもしれないですし、自分自身もアップデートするけど、その人に託して任せてみるっていうのも私すごく大事だと思ってて、自分自身で全部やろうとしない、まあ、会社で言うと社長さんが舵を切ってくれるのが一番強かったりするのですごい心強いですけど、それこそこうやって話を聞いてみるとか、逆に当事者の人に社内でじゃあグループじゃあ作ってみて、何かあったらヒアリングさせてくれっていうことを言ってみたりとか、そういうふうにこう自分一人で全部分かって全部作るんだじゃなくて、より分かってる人がいるんだったらより分かってる人と一緒にやるとか頼んでみるとか、そういうこうボールを渡してみるっていうのもすごく大事なことなのかなって思いますね。そうですね、それ大事だと思いますね、だから多分これはもう私は分からないから、お任せしますっていう、それは大事だと思うんですよね、だから私が例えば20代対象の広告見ても分からないから、そういうところに例えば一切口を出さないで、これはもう任せる、そういうことは大事だと思います、結構かっこいい大人の経営者の方ってそういう方がすごい多い気がしてて、それこそ安口さんもそうですし、結構こういい広告出してる会社の社長さんとかって結構もう自分最近のトレンドとか、女性のが何を必要としてるのか、例えば生理用品でどんなものが必要としてるのか自分は分からないから、
実際当事者の人にもう話を聞かせてくれ、やってくれ、任せてみるっていうことをおっしゃる方がすごく多いなと思うので、私もそういう大人になりたいなと思ったりして、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっともうそろそろお時間になってきちゃったので、次のハフライブのちょっと告知に入りたいと思います。はい、こちら、働く人と顔の関係は男性メイクのトレンドから考えるという、まあ、これも実はダイバーシティに非常に深い、関わりがあるテーマなので、9月8日21日生配信ぜひ楽しみにしておいてください。はい、最後もう終えたいと思いますが、松岡さん何か最後一言はございますでしょうか。そうですね、一言もし話せるとしたら、先ほど安渕さんがおっしゃっていただいた行動を変えるというのがすごく重要だと私も思っていて、今回のパワハラ防止法もそうですけど、法律ができると意識がこれまでなかった人も、あれなんかこれってダメなのかなとかいろいろ考え始めると思うんですね。そうすると、あ、ダメだったらまあ行動を変えようと、で行動を変えるときになんでダメなんだろうって考えたりすると思うので、まあ、そういうふうに行動を変えながら徐々にその人たちの考え方も少しずつ良くなって変化していくってことが期待できると思うので、本当に行動を変えるってことはすごく重要だなってことを私も学ばせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日のハフライブ、ダイバーシティと知ったかぶりをお届けしました。実はこの本当の知ったかぶりっていうのは私たちメディアなんじゃないかなと思っています。どうしてもいろんな方を取材する、松岡さんもたくさん取材させてもらうんですが、さっき安渕さんおっしゃったように、これが答えだ、あ、もう自分はこんなに取材した、こんなに当事者に話を聞いた、もう全部知ってるよって思っちゃうこともあるんですが、そうではないと。当然松岡さんの考えも今日とは違って明日は変わってるかもしれないし、明後日になると考え方変わってるかもしれない、いろんな考え方あるし、 LGBTQ と、まあ、今あえて一括りにしてますけど、一つ一つの頭文字、あるいはその頭文字の中にある一人一人の方にはたくさんのダイバーシティがあるということをずっと学び続けて、ずっと行動し続けていきたいなと思いました。はい、今日は松岡さんと安渕さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日お別れはこちらからです。ありがとうございました。